アキちゃん議長しているだけあってただものじゃない感じは出ていたけど、吉中だったとは。まさかの風間くんだよな。そんな情報初めて聞いたしね。びっくりしたよ。てか勝負は挑んだ。アキちゃん義経ちゃんのクラスに行ったろ。その前ずんずん歩いていくんだもん。あれだけの気を放ってるんだから警戒しなくちゃ。なんだか嬉しくなってしまってつい。でこんな感じだったわけだ。 VTR スタート。なるほど、吉中のクローンだったとは。そういうわけで改めてよろしくね。呼び名は前と同じで構わないわよ。アキちゃんというのも気に入ってるし。ファントムさんはアキちゃんだな。正体を表すときに体がなまってないように武芸者相手に調整していたわけだ。ああ、朝日将軍で太陽をイメージしてるからさんね。ファントムさん？何のことかしら。まあサンの正体はどうでもいいや。木曽義仲という中世日本の高きもののふ、その分身ともあろうお方がだ。それだけ挑発的な闘気を発したならそりゃ勝負するだろう。勝負？勉強で？無理無理、常に学年1位じゃん。冗談よ、武力で対決ということね。そうそう、美少女らしくハツラツとな。いいわよ。お、あっさり了承。よしツバメ、立ち合い頼んだ。それは誉れだね。では早速やるのは義経との後でいいかしら。この挑発的な闘気はあなたに向けてじゃない、源義経に向けて発しているの。義経はライバルってことね。そう、これからは義経と競う日々が始まるわ。それが私の存在している理由の一つ。勝負受けてくれるなら待つぞ。ええ、約束するわ。素手での稽古ならいつでもいいわよ。というわけさ。 Do you understand?ああ、取り繕っての逃げじゃない。本気を感じた。ワクワクするな。会話の内容からして義経との戦いにはこだわるけど、あとはそこまで勝敗にこだわってないんだろうね。ももちゃんの勝ちだと思うよ。彼女パラメーター武力全振りってタイプじゃないし。私だってチャーミングさに振ってるもん。まあ確かに知力にはそこまで振ってないけど。これが剣豪の武蔵とかだったら負けられない一騎打ちってことになるんだろうけど、木曽義仲は認証値から言えば対象タイプだからね。たとえももちゃんと戦っても
将軍様が剣術家に指南してもらうイメージかな。あくまでライバルは義経ちゃんってことか。理由はどうあれ戦えれば楽しいけど、そういう二人の関係は羨ましいな。私と来たら対戦相手にも不自由してる。ももちゃんは私がいるから。じゃあ今勝負しろよ。今はお預けで。私は同じ 3S で、アキちゃんと席が隣同士なの。だけど納得もしたわ。アキちゃん雰囲気あるから、同じクローンだと分かって嬉しいぐらいよ。クラスのみんなも驚いてたけど受け入れたよ。京極くんも誰かのクローンじゃないかって言われてて、それがちょっとおかしかった。もう川上の人間はこういうのに慣れてきたよな。さすがに初めは驚くが、すぐ適応するというか。人間の進化だね。しみじみ。私も早く自分が何者なのか知りたいな。アキちゃんが正体を出した時にクラクラっとしたというか、なんだか込み上げる熱いものがあったの。もしかして私、巴御前だったり。清楚ちゃんの正体はもっと清楚イメージなキャラだよ。それこそセイリトルナゴンだよ。顔を見るのが久々の人もいるね。元気そうで嬉しいよ。まさかのこのこと顔を出してくるとはね、最上雄斎。いい度胸してるな、お前。昼間あれだけのことをして。義仲の剣がまさか父上たちにも秘密だったとは。誰かは知っているものかと思えば、誰も知らなかったからな。早速聞きたい、最上雄斎。なぜあんなことをしてかしたのか。まあ待てもん。本人に問うのは父上に任せるべきであろう。うん、すみません兄上、気になっていてつい、うん、黙っております。見ろ、モンシロは相当お前に言いたいことがあるらしいぜ、最上。ここに顔を出したってことは、もろもろを話すつもりなんだろ。
当然だ。私には説明義務がある。つかてめえ、謝るのが先だろうが、おら！口を挟むな。部をわきまえる赤子。おめえだってさっき口挟んでたくせに。ニヤニヤ。ご愁傷様でーす。謝るぐらいなら初めからやらない。私は今日の出来事をもって皆さんに警告をしたい。最近クキは企業として世界で独走体制に入っている。しかし敵対企業がいない巨大組織ほど危うく腐りやすいものもない。だから今回の一件で私は警告した。内部でこうして好き放題動く輩がいても巨大すぎるゆえに存外バレぬものだと。外敵がいなくなった今こそ内部にもっと気をつけた方がいい。統一を目前にして本能寺で燃えたくはないはずだ。今回の計画、お前が独断で行ったというのか？動機は皆への愛だよ。愛しているから分かってほしいんだ。私自身楽しんでいるから無償の愛とは言えないけどね。楽しむというと？私は人に試練を与えて、その人が与えられた試練に打ち勝ち成長する姿を見るのが楽しいんだよ。頑張ったねと頭を撫でてあげたくなるんだ。うわ、神聖ですね。これは何でも知っている星の図書館と言われながら、あんたの動向に気づけなかった私は顔から火が出る思いだよ。工房も筆を誤るものだよ。これを糧に成長すればより素晴らしい図書館になる。あなたならそれができる。クキの上層部に内緒でもう一人のクローンを独自に作っていた。そんなことを可能にするとはこの男。質問は終わっちゃいないよ。なぜわざわざ源義仲をクローンに選んだ？義経のクローン計画を聞いた時に、私は真っ先に生まれてくる義経の心配をした。同じ境遇、立場で競い合える相手がいなければ、義経は歴史通りのポテンシャルを発揮できないかもしれない。だから競争相手としてうってつけだと思われる源義仲を選んだんだよ。そして木曽の山中で育てていたんだ。平の清盛とかにはしなかったのか？あいにく素材がなかったんだ。養女扱いにしている分親の欲目も入っていると思うが、義仲は優秀だよ。それこそ義経をしのぐかもしれない。歴史上では義経側に軍配が上がった争いだけど、現代ではどうなるかわからない。義経自身にとっていい試練になると思うよ。また試練か。いつ誰がお前に試練を与えてくれと頼んだ？世界は私に優しくしてくれた、その恩返しだよ。私を恨むかもしれないが、
私はそれで構わない。愛すべき人が成長さえすればそれが喜びだ。また私の中のルールでは、本人にとって予期せぬアクシデントでなければそれは試練とは言えない。空気上層部に秘密裏でクローンを作り育てるのは本当に苦労した。だけどその分私も成長できたから感謝しているよ。こいつガチのあれじゃねえか。はい、本気で自分の行いを善行だと思っています。なるほどな。話は分かったぜ。全ては久喜のためにやったことだと。面白くなってきたじゃねえか、最上雄斎。あなたならそう言ってくれると思った。私は逃げも隠れもしないよ。いつでもまた呼んでくれて構わない。川上にいてこの源氏祭りを楽しんでいるから。いかなる処分も受けるってことか。あなたたちが成長するならば、その過程で打たれるのもまた嬉しいことだよ。それではこれにて。我には彼が何を言ってるか理解ができません。自分が試練を与える側の人間だと本気で思っている。神様視点で俺たちを慈しんでくれているのさ。そりゃ理解できなくて当然だもん。また偉い人材をスカウトされましたな、父上。いると面白いと思ったけど、ここまで引っかき回してくれる力があったやつとはな。各地で暗躍していた M という男もおそらく最上でしょうな。無駄に引っかき回す愉快犯だと思っていたのですが、試練を与えていたと考えれば合点がいきます。試練といえば聞こえはいいが、迷惑なだけではないですか。世界で一番偉いと思っているのではないか。そんなかっこいいやつは俺一人で十分だろ。差し当たっては久喜内部の見直しですか、父上。だな。宇宙だ深海だの行く前に内部をきれいにすっか。最上雄斎は堂々と川上に居続けるのでしょうね。いっそ逃げてほしいと思います。その方がまだわかりやすい。なぜ今も平然としていられるのか。差し当たり監視はつけておきましょう。学園側も注目だな。木曽義仲対源義経だってよ。ああ、もう発表されちゃ受け入れるしかないわな。楽しそうですね、父上。こうまで見事にやられちゃ笑うしかねえだろ。義経が勝ちますよ、間違いない。では内部の問題、早速かかりましょう。内部か、やれやれ。プレミアムな私が取材に答えますよ。
昨日の生放送でまた取材陣が増えているな。あまり人に迷惑をかけないようにお願いします。野上くんがただ者でなかったとは実に面白いが。ん？どうしたの京極くん。隙のない彼女よりは麻倉くんの方が見ていて面白い。お父様、送ってくださりありがとうございます。勉強頑張ってな。私はいつでも見守っているよ。木曽の城、雪や生え抜く春の草。かの松尾芭蕉も義仲のファンだったわけですね。そのような偉人の名を背負う者として恥じない生き方をしようと思っています。あなたがただ者でない雰囲気は私たちにもよく伝わってきます。しかし源義仲と言われるとどうにもピンときません。義仲は武将髭が似合いそうなワイルドな侍、こんなところかしら。一般的なイメージとしては義仲の容姿については、色白う美目は良い男と源平盛世紀にはありますから納得しています。しかし同時に義仲は京で作法が分からずに笑われてしまうなんて一面もある人物じゃないですか。そこら辺の武士的なイメージとは随分乖離しているなと。性格は割とこう見えて豪快なんですよ。そして武力の方も名を残した侍として自信があります。ならばお試ししてよろしいでしょうか。私どもは対戦相手をご用意しました。テレビをご覧の皆様にも良いアピールになると思います。誰であろうとやりましょう。対戦者名を聞いていないのに断言とは。なるほど、性格の豪気さ、その片鱗が見えてきましたね。相手はこちら、エスクリマの使い手シャリス。あれ、おい、義仲の対戦相手ってキルギスのイスマイルじゃなかったっけ。何、このまま回せいいのかよ。予定されていた相手より格上の対戦相手が来たと。そうか、それはいい。おめでとう、アキ。全国中継で試練を与えてもらったね。日本の侍強いと聞きます。戦ってみたかった。この田んぼ特殊合金でできてます。ものすごく丈夫でとても硬い。かなり鍛えているわね。これほどの戦士を送り込んでくるとは、茎による試しということかしら。エンターテイメントではなく本物の強さを見せろと。さあ、現代に木曽義仲の戦いが蘇ろうとしています。あなたは素手で戦うですか、刀飾りですか。場合によっては抜くわ。強い。
義仲、素手で一方的に相手を叩きのめしています。可憐な体のどこにそんな力が隠されているのか。拳ではあなたを倒しきれない。使わなければならないわね。ようやくそれ出番ですか。しー！戦意喪失か。切る前に決着はついたわね。エスクリマの田んぼといえば、本来植物で作られるもの。それを特殊合金製にしたことで、武器に頼りすぎ、武術の持ち味を 100% 活かせなかった。そこが敗因かと。